ここからは明日行われる決勝戦へ進出する選手決定します。これより準決勝を行います。第1試合を戦うのはゆうきくん選手、そしてきーくん選手となります。さあではお互いによろしくお願いしますの握手を交わして試合を始める。スタンバイお願いします。さあ熱い握手が交わされました。ではスタンバイをお願いします。さあいよいよ準決勝となります。準決勝の第1試合ですが、ちょっと見どころについて教えてもらえますか、ももけんさん。はい、いや関東ブロック決勝の再来なんですよね。そうですね。そうか、プレース、その時はきーくん選手が勝ったんですけども、今日の勢い的にはゆうき選手の方が、ちょっときーくん選手の試合最後の方見れてなかったんで分かんないですけど、ゆうき選手の最後の仕上がりが凄まじかったので、うん、勢いとしてはゆうき選手の方があるんじゃないかと思うんですが、それを止める力持ってるのがきーくん選手なんですよね。はい、さあでは、はい、車中プロはどのように見られますか。そうですね、もうほぼ同じ見解なんですけど、うん、そのブロック決勝の時は4対0でキー君が勝ってるんですよ、うん、そこのね、こう対策だったりとか何かこう考えてきてるのかなってのは気になりますね、ゆうき選手の方が。そうですね、まあ、うん、仲もねいいと思うんですけども、はい、お互いに意識する点あるかと思いますので、ちょっと今までの試合を通して得た感覚なのか、またまたこの準決勝だからこそまたより強さを見せてくるのか、どんな手札を切ってくるんでしょうか。注目の準決勝となります。そう、関東大会の時がそうだったんですけども、決勝この2人になった瞬間に、うん、なんか2人ともクオリティが上がったんですよね。お、上げないと戦えないじゃないですか。まあ、そう、それもあるし、おそらく戦い慣れてたり、うんうん、そう、この相手なんかあるんでしょうね、そういうシンパシーみたいなのが。 そうですね、そんな気がしてます。本当こう切磋琢磨する良きライバル、はい、良き友であるとは思うんですが、さあ決勝に駒を進めるのはどちらの選手になるんでしょうか。こちらの試合も5本選手ですね、はい、5本選手、はい、変わらず5本選手となります。多いですね。もう一方でキー君も実力をめきめきと、うん、はい、つけまして、うん、気づいたら一般の部門でなんか準優勝とかね。すごすぎる。あれ小学生の部に出ないのってこう。プロ2人ぐらい倒してましたよね。しかもなんか上位プロ2人ぐらい倒してましたよね。そうですね、ちょっと誰とは言わない、覚えてないんで分かんないですけど、うん、はい、上位プロ投げ倒すだけの実力を持っているとのことなんで、さあ恐ろしい試合になりそうです。どういった展開になるんでしょう。あ、なんかコメントに来ました、ね、被害者が、キー君、はい、被害者の会、ちょっとね、あの名誉のために読み上げませんけど実際にね、はい、この対戦を見守ってくださっているようなので、さあでは準備が整ったようです。さあそれでは会場の皆さんも大きな声援、そしてスティックバルーン使ってたくさん応援してください。それでは参りましょう、ブヨブヨバトルスタート。はい、1P 左側がゆうき選手、2P 右側がきーくん選手となりました。なんかゆうき選手の積みがすごいことになってます。お、打った。2連鎖の16個消し、対するきーくんも2連鎖の11個消しで、いい対応ですね。これ持ってる選択肢の中で最適な対応したと思います。きーくん、これはあれですかね、お互いに普段慣れてる形は組ませないぞ的なのがありますかね。ですかね、作戦なんですかね、うん、おそらく2人ともこんな展開、まあ今日は今までのところなかったですからね、はい、いきなり奇襲仕掛けてきて、しかもその奇襲通らないと、一応勇気有利の展開にはなってますね。ちょっとね、キー君側がお邪魔っぷよがいくつか振ってて連鎖が組みにくいというのが気になります、はい、さあ勇気が連続して仕掛けていく、2連鎖2連鎖、緑開いた。さあこれはさらに2連鎖が厳しい、発火点ギリギリいける。お、スモー来た。色を引いてお邪魔っぷよを消しての連鎖の発火に成功しました。ちょっと首かしげてますね。さあキー君が大連鎖を打ち始めていますが、勇気としてはここから大連鎖まとめて打ち切ることができ、ただ緑が来ない、うん、今勇気緑待ちで5、6手引きましたかね。
その間に緑、ね、多分1個来るだけでもかなり勇気が有利になる展開だったと思うんですが、ちょっと来なかったですね。赤と紫ばかり来てましたね、これはちょっと悲しいですね、はい。さあ2試合目はいつも通り、おそらくこの2人にとっていつも通りの試合になりそうですね。はい、さあ早い、静かな立ち上がりから2連鎖ダブルを仕掛けたのはキー君。さあこれは勇気としてはこのハッカーちょっと嫌だなといったような表情を見せていますが、しかしキー君側が今度は色が噛み合わない、ね、青紫緑と必要なんですが、はい、青紫がやっと来たって感じでしたね。ちょっと順番が悪かったですね、その同じ今青紫緑が欲しかったんですけど、どれだったかな、緑が最後ですね、なんですけど緑が先に来ちゃって青紫が本当に最後に来るという展開でしたので、これは、ね、まとめきるのは、ね、無理でしたね、はい。さあまたなんかお互いいびつ、おお打った、おっとこれはしかしどうだ、う青黄色、そうですね、これは赤紫でなんとか打ちますが、つながってるぞ、最大火力の選択がうますぎる、6連鎖。さあお邪魔4段返しましたね、これ最後見つけましたね、すごく見つけましたね、あれが最大火力でしたね。さあしかし2連鎖に対しては1連鎖ダブルでキー君がお邪魔ぽいを削って、あーいいと思った、まだ目があるか、いやしかし青黄色は置けない、青黄色は置けない、 青欲しいけど青黄以外の青が欲しかったんですよね。おバカさんね、今よく見つけましたね、あの対応6連鎖ありましたね、なかなか打つの難しい形だったんですけど、リードしているのはワンピー側の結城選手、やっぱりお互いなんか違うぞいつもと、ギア上げてきてます、なんかギアというよりはなんか予測されないために奇襲をずっとお互い仕掛け続けてるみたいな展開ですね。なんかいろいろこう裏を書いて裏を書いての集大成みたいな感じですね、はい。さあこのハッカーは結城が大連鎖本戦を打つことに成功している。さあ青がちょっとキー君欲しいが、青の2つちょっと遠いですね、そうですね、青3つ欲しかったのでちょっと点数が足り時間が足りなかったですね。さあなかなかね不思議な展開を見てるんですけど、ただやっぱりなんていうんですかね、不思議な形というか難しい形から大連鎖を見つけるのがねお互いうまいですよね。そうですよね、かなりしかも難しい形から相手からの攻め、おおこれは強烈2連鎖ダブルですが勇気3連鎖がある、反応が早い、いやー用意してた、これはお邪魔の場所がいい、お邪魔の場所がいい、4連鎖に対して黄色緑ですぐさま5連鎖、反応が早いですね。さあこれも勇気がかなり有利な状況、お邪魔ぷよが4個でしたかね、3個でしたかね、1列目と2列目両方に振ったらおそらくキー君の勝ちだったんですが、それを回避しましたね。ただ3個だと 50% は超えないですね、そうですね、あんまり全部振る可能性は低いですね。4対1です、リーチをかけたのは結城選手。さあお互いこれはいつも通りの綺麗な GTR ですが、若干お互い組みづらそうですね、形は組みづらそうな中でも最低限の綺麗さ整って、さあこの仕掛けどう出る、2連鎖ダブル1回受けて、いやこの1連鎖ダブルいい、はい、この1連鎖ダブル相当キー君にとって嫌だ、紫からね大連鎖本戦あったんですが、これは起きたく、ね、まあ、黄色置くしかなかったですよね、いやおそらくミスですねこれ、操作ミス、まだ粘れか、いやこれはもうダメですね、はい、大勝利。さあ深呼吸して、そうですね、操作ミスに悪いイメージ、おーそこの前消しどうなる、どうだ、緑が欲しい、3連鎖前消しは優劣は不明ですが一般的には取った方が有利、いやこれは青が引けないタイミングで1連鎖の消化が素晴らしい、埋まりきって結城の勝利となりました。